あそこになんかあるな。なんぞ言いたいことだ。すぐに楽にしておかえするなよ。やるか。ここまでだ。ほら来いよ。恥かいても知らないから。仕留める。しつけの時間。俺の番か。やるのかよ。かかってきなよ。どうした。どこ見てんの。しゃあ。あそこに有益なものがありそうだぞ。ん？あそこに何かあるな。さっさと来い。こ
必殺はっ相手してやる。これで終わりです。どうしよっかな。さっさと来い。こっちですよ。見せてあげる。これで終わりです。私の番。こっちですよ。相手してやる。脇が甘いな。いや、
だてめえ。覚悟しろよ。楽しませてもらうよ。やるか。相手してやる。止める。しつけの時間。行くぜ。いや、ここまでだ。恥かいてみしろ。やっつけてやる。処置も必要だな。かますぜ。ここまでだ。舐めるな。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。脇が甘いな。しつけの時間。しめろ。体が重い。ついてくれる。さあ、どんどん行くぜ。あそこに何かあるな。私、ねえ、あれなんだろう。行ってみない？あ
あいつ助けてやった方がいい気がする。気が甘いな。
治療する。体が重い。怖いじゃしねえぜ。目覚めるだ。悪く思うな。くれ。体重て。かかってきなよ。必殺。よっこらせ。乾杯。乾杯。調子出ないな。血が止まらねえ。お前よし仕留める。こいつは重いぞ。くれ。きついな。どうした。恥かいても知らないか。来ないのか。見さらせ。ハッピーバースデー。はい。テンション下がる。ほらほら。やるくらいだ。脇が甘いな。くっつけ。こちら頼む。体が重い。悪く思うな。くれ。体重て。どうした。必殺。ハッピーバースデー。感知した。体が重い。逃がし止める。よし、バッチリ。調子出ないな。問題ねえ。気乗りしねえな。こいつは重いぞ。状況を覚えておいてやってやるよ。素直に喜んでおくか。いい感じ。
悪くない気分だぜ。手数がいるな。
格が上がったね。あそこに有益なものがありそうだぞ。開けてみるか。うお、泣いて謝っても許しません。楽しませてもらうよ。俺の番か。逃がしゃしねえぜ。悪く思うな。くれ、やるか。どこ見てんの。さあさあおいでなさい。脇が甘いな。やめてください。かますぜ。必殺撃ち抜くぜ。結構調子いいかも。やるのかよ。やめて。ほらほらほら、なぜ怖いのは苦手なんです。私の分。いい感じ。よし。開けてみるか。開いた。あそこに何かあるな。調子いいぜ。何見てるんですか。ぶっ殺してやる。楽しみだったよ。ほら、うわ、楽しみだ。ムーン、やるぞ。やるのかよ。ほら、来なよ。さっさと来い。やんのか。どうかしてんの。相手してやる。なんだよ。逃がしゃしねえぜ。どうした。脇が甘いな。処置の必要だ。知らないから。行くぜ。かかってきなよ。遊んでいるぜ。ほれほれ。やめるなよ。寝てろ。ムーン、容赦しないぞ。やるのか。必殺。ここは任せて。さっさと来い。逃がしゃしねえぜ。はあ、かかってきなよ。容赦しない。頑固な汚れも。はい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 。さはい。サミー。おなや。なんだ。仕留める。
俺の番か。おれおれ。やるのかよ。かますぜ。かかってきなよ。やめるよ。相手してやる。きなよ。見さらせ。成長ってな。見とれないでよね。いい感じ。よし。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？
よし、先に進むぞ。来ないのか。
見せてあげる。頑固な汚れも。はい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 。やる。見とれないでよね。あったまってきたな。まあこんなもんだ。あいつ助けを求めて。別にしてね。楽しませてもらうよ。私の番。相手してやる。逃がしゃしねえぜ。来いよ。かかってきなよ。さっさと来い。痛めつけないよ。深いね。脇が甘いな。さあ。俺の番か。しびれて動けねえ。目覚まれ。おいおい。見さらせ。ほっ。くそ。
知した。やれ。やるのかよ。強くなれるだな。問題ない。来いよ。恥かいても知らないから。
がしゃしねえぜ。やら。かかってきなよ。仕留める。しつけの時間。治療する。ムーン。容赦しないぞ。どこ見てんの。行くぞ。ここは任せて。来ないで。なめんなよ。よそ見すんな。見せてあげる。頑固な汚れも。はい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 。さっぱり。はっ。始まり知らないか。それ。すむ。はっはっは。逃がしゃしねえぜ。よし、遊んでいる。かかってこいよ。やるか。どうした。ほらほら。どこ見てんの。ほれほれ。さっさと来い。かかってきなよ。脇が甘いな。処置が必要だな。俺のバカ叩き潰す。さて、かますぜ。結構調子いいかも。目覚まりだ。どうした。容赦しない。私の番。仕留める。行くぜ。やるのかよ。絶好調。行ってみない？まだ余裕だぜ。さあ、どんどん行くぜ。筋肉はな、久々に暴れてやるわい。始めよう。これじゃ。始めましょう。私の番。潮時だ。あそこに有益なものがありそうだぞ。ん？あそこになんかあるな。開けてみるか。うお、別の試合楽しませてもらうよ。私の番だ。逃がしゃしねえぜ。わけが甘いな。はっ、いっ、はっ、
俺の番か。こいつは重いよ。くれ、かますぜ。見さらせ。ハッピーバースデー。よし、結構調子いいかも。ほっ、消え上がれ。男になっちゃった。よし、開けてみるか。やったぜ。泣いて謝っても許しませんよ。やるのか。恥かいて知らないか。調子に乗るのもここまでです。逃がしましょう。あっち来い。来いよ。よし、やります。相手してやる。覚悟しろよ。どこ見てんの。始めましょうか。さっさと来い。ここまでだ。やるのかよ。よし、泣いて謝っても許しませんよ。かかってこいよ。やってやるよ。かかってきなよ。始めましょうか。なんだよ。どれあれ、さっさと来い。やっつけてやる。おいおい、泣いて謝っても許しませんよ。おれおれ、ここまでだ。ふざけないでください。どうかみたいな。ふざけるな。やるのかよ。脇が甘いな。しつけの時間だ。やっつけて。俺の番か。容赦しないぞ。はい、やるじゃん。必殺。ここは任せて。
うした？あっち来い。遊んでやる。見せてあげる。悪くない気分だぜ。Happy birthday!
ここまでだ。楽しませてもらうよ。私の番。かかってきなよ。さあ相手してやる。脇が甘いな。しつけの時間。行くぜ。
覚悟しろよ。悪く思うな。来い。結構調子いいかも。やるのかよ。かますで。ここまでだ。必殺。打ち抜くぜ。やいな。よっしゃ。くらえ！寒い。目覚めだ。だりゃ！覚悟しろよ。ここまでです。やめよ。やる。止め！しつけの時間。死ぬ！治療する。俺の番か。手数がいるな。やるのか。容赦しないぞ。ここまでだ。来ないのか。相手してやるよ。ダメだよ。見さらせ。ハッピーバースデー。どうした。調子出ないな。合わせる。ビビ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 。はっ。行くぜ。私にさっさと来い。わけが甘いな。しつけの時間。しびれる。はくろう。かますぜ。必殺。ハッピーバースデー。おめえ。よし、バッチリ。テンション下がる。遊んでやる。これで。逃がしゃしねえぞ。俺の番か。シンプルに行くよ。相手にならねえな。まだまだ強くなれそう。いい感じ。ん？あそこになんかあるな。あったまる。あそこに有益なものがありそうだぞ。あそこに何かあるの。何見てんだよ。二度と笑えない。やるやろうぜ。行こう。おら、私の番。何だ。うん、脇が甘いな。処置が必要だな。体が重い。どこ見てんの。ほら来いよ。ほら来い。寝てろ。体を持て。来なよ。知らないから。
ちょっとかかってきなよ。必殺どうしよっかな、うん、見せてあげる。痛いの飛んでけ。かかってきなよ。痛いよ。相手してやる。こっち見ろよ。ふざけないでください。どうしたの？逃がしゃしねえぜ。来なよ。止める。行くぜ。ついてこれるか。先を急ぐぞ。開けてみるか。開いた。調子出てきたぜ。
この辺は落ち着けそうだ。
しや。やや。このアホだらが。気乗りしねえな。やるのかよ。なめんなよ。こいつは重いぞ。くれ。かますぜ。恥かいても知らないから。ふざけんな。楽しませてくれよ。かかってきなよ。どうした必殺。どうしよっかな。なめんなよ。さっさと見せてあげる。これだ。サビ遊んでやる。調子がいいぞ、私は。わけが甘いな。しつけの時間。死ねえな。まだくたばれねえ。逃がしはしねえぜ。来いよ。かかってこいや。回復だ。問題ねえ。かかってきな。容赦しないぞ。見さらせ。私の番。しかねえぞ。お願いするさ。やるか。声張っていくよ。いつでもいいぜ。ファイト。サビ力の差を見せてやる。仕留める。しつけの時間。調子出てきたぜ。どこでな。こいや。悪く思うなよ。くれ。相手してやる。こいや。楽しませてくれよ。よっしゃ。元通りだ。ここは任せて。来ないの。さっさと来い。容赦しない。私は癒してあげる。すまない。かまずね。やるか。よし。ふざけんなよ。相手してやる。ヒッサー。うわっ。引かねえぞ。どこ見てんの。やるか。
恥かいて知らないから。ふざけんなよ。やるのか。治療する。危ないね。手加減は楽しませてくれよ。こいつは重いぜ。くれ。結構調子いいかも。ふざけんなよ。目障りだ。なるか。見せてあげる。私は癒してあげる。容赦しないぞ。相手してやる。なんだ。よし。見さらせ。ハッピーバースデー。ああ。やめろ。私の番。かかってこい。かかってきなよ。脇が甘いな。やるのかよ。いかねえぞ。調子出てきたぞ。来いよ。悪く思うなよ。くれ。容赦しない。私は癒してあげる。かまくぜ。聞かねえぞ。どこ見てんの。かかってきなよ。必殺。サミー聞かねえぞ。やる。聞かねえぞ。来いよ。相手してやる。おい、ふざけんなよ。楽しませてくれよ。恥かい知らないか。やるのか。仕留める。俺の番か。
何だって着こなしちゃうわよ。どうかしら、どれにしようかしら。何だって着こなしちゃうわよ。好調だ。開けてみるか。やったぜ。野獣までごった返してるかと思ったのによ。まあ言うてヤクザだからね。画面越しならともかく事務所前に堂々と出張ろうとはそうそう思わないんじゃない。確かにな。その辺俺たちは感覚がずれてるかもな。そろそろ放送の始まる時間だな。誰からだ。部下からだ。なんだこんな時に。私だ。どうした。うん、そうか。あ、
わかった。服役中の青龍会会長高部が何者かに刺された。何ですって？高部が？容体は？意識不明の重体だ。はあ、このタイミングはできすぎだよね。ああ、エビなど仕業に違いない。これでいよいよ青龍会は奴のやりたい放題だ。この配信で何かとんでもないことを言い出すつもりだぞ。しまった。こんにちは皆さん、タタラチャンネルへようこそ。今日はなんと2回目の配信、しかもチャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという歴史的な瞬間をお届けすることになるかもしれません。告知の通り、今日本有数の極道組織青龍会さんの東京支部にお邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から重大な発表があるとのことです。おい、すげえ注目っぷりだな。練習、何言い出すつもりだ？では、準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間をいただきありがとうございます。青龍会の海老名と申します。同じく青龍会の沢城です。こちらのチャンネルにご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。東城会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜青龍会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。青龍会は彼ら東城会の復活に断固として反対します。それは同じ極道として商売敵が増えることへの懸念ですか？いえ、違います。確かに現時点で青龍会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て解散のための布石です。解散？もう4年になりますが、日本の二大極道組織である東城会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化、挙句の果てに元東城会幹部は組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点というべきだと考えます。大解散を首謀した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この3名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたずらに狂わせた戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしてるのにさ。案外本心かもしれねえ。え？当時沢城は大解散のことを知らされていなかった。蚊帳の外だ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかもな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義はかすがに負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだなこいつも。そこで私とこの沢城は現存する極道組織の中では最大規模である横浜青龍会の責務を全うすべく、真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それは
どういう内容なのでしょうか。現在の日本では元坊五年上皇が足かせとなり、極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、要は見殺しです。前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。そこで私は解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう現在接触を進めております。政府ですか。それはまた壮大な話ですが、なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に解決するからです。その課題とは核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。長年慈善事業や環境問題に取り組んできたパレカナは、核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の清流会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いや、確かにこれは重大発表ですね。ええ、ただ本日このような場を設けていただいたのは、何よりも我々清流会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？他でもありません。本日ただいまをもって横浜清流会は解散いたします。え、解散準備を進めているというお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織 NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパンです。ブリーチジャパン。何言ってんだよこいつ。亡霊が蘇ったってことなのかな。というわけでした。プロジェクトが実現したら日本にとっても大きな転換点になるんじゃないでしょうか。では本日の配信は以上で、続報をお楽しみに。何あいつ、綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺おうとしよう。やっぱそうなるよな。よっしゃ、行こうぜ。
登場会復活を企てている桐生さんじゃないですか。自分たちの大解散が失敗したからって俺らを邪魔しないでくださいよ。海老名と沢城に用がある。道を開けろ。いまだに自分の置かれた状況が分かってないようだな。それともてめえの無様を世間にさらしてえのか。でかい口は目の前で叩け。電話で短歌だ。無様なのはお前の方だ。おい、やれ。楽しませてもらうよ。行くぜ。やんのか。よし。あ、なんだ。ほらほら。やろうぜ。寝てるな。私の番。脇が甘いな。さあ、勝負。処置も必要だな。どうしよっかな。私の分。むん。脇が甘いな。さあ、俺の番か。手数がいるな。
あかね。これ正面から入るのは無理そうだね。こっちだ。裏から回り込むぞ。こっから先は一本道だ。逃げ場もない。腹くくれよお前ら。上等。蹴散らしてやりましょう。私の番。こっち見ろよ。相手してやる。やれ。さあ、やろうぜ。どうした？やるのか？オーラ！どうした？なんだ？さっさと来い。叩き潰す。やるのかよ。
ねえぜ。かますぜ。相手してやる。なんだ。よし。遊んで。必殺。打ち行くぜ。どうしよっかな。やる。さっそく。成長ってな。素直に喜んでおくか。開けてみるか。開いた。強くなれるだな。見とれないでよね。
てめえ見てっと色覚悟してよね。私の番だ。さあ来るか。さっさと来い。ほらグーやしゃしねえぜ。脇が甘いな。しつけの時間だ。死ねえよ。治療する。行くぜ。こっち見ろよ。遊んでやろう。容赦しないぞ。見さらせ。ハッピーバースデー。どうしよっかな。どうした。くたばれ。やるか。やったろうぜ。さあ受けます。やるよね。まだまだ強くなれそうだ。なんか文句あんの。二度と笑えなくする。覚悟してよね。やるか。どうした。相手してやる。おれおれ。かかってきなよ。やるのか。やるのか。わけが甘いな。しつけの時間だ。治療する。逃がしゃしねえぜ。俺の番か。かますぜ。開けてみるか。やったぜ。この辺りには敵の気配がないな。沢城たちはおそらくこの先だ。用心して進むぞ。調子いいぜ。フルスは堪能できましたかね、桐生さん。楢崎、じっくり目に焼き付けておいてくださいよ。これが見納めになるかもしれねえんだから。言葉の意味が分かんねえな。てめえみたいな小物に取らせてやるほど、この首安くねえつもりだぜ。その減らず口、二度と叩けなくしてやるよ。おう、てめえら、堂島の竜の首取ってこいや。おう、やれ。やるか。どうした。脇が甘いな。しつけの時間。死ねえよ。処置も必要だ。やんのか。行くぜ。
見せてあげる。それ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 。私の番。やっ、うわ。俺の番か。注文持ち出してきやがんだ、あの野郎。好き放題やらしやがって。しつこいわ、ごめん。どうしよっかな。目障り。おれおれ。容赦しない。やる。逃がしゃしねえ。なんだよ、あのでっかい刀。あれをまともに受けるのはちょっと気が引けちゃうね。そんな、やるかのか。よし、相手してやる。やるのか、やるのか。仕留める。しつけの時間。すぐ引いてるな。行くぜ。あっ、ほれほれ。恥かいても知らないから。逃がしゃしねえぜ。寝てるわ。私の番。来やがれ。さっさと来い。本気出せよ。ほら来いよ。どうした。なんだ。見せてあげる。くれ。容赦しないぞ。動けねえ。へばってんじゃねえぞ。やりすぎ。相手してやる。おっとと、かかっ、脇が甘いな。しつけの時間。死んだ。俺の番か。追撃する。
さて。どうした。見さらせ。ハッピーバースデー。ええ。やんのか。治療する。行くぜ。男になっちゃった。格が上がったね。あ、くそ、逃げた後かバカが。エビナさんも沢城さんも花からここにはいねえよ。さっきの配信はライブじゃなく録画だったんだよ。お前らはここにおびき出されたんだ。ついでに始末できればそれでよし。もし仕留め損ねても、ん？それはまあ外に出ればわかる。キリュウ、もうお前に安住の地はねえぞ。沢城たちがいないんなら長いは無用。行きましょう。ああだね。さすがに死んじゃいねえよな、これ。
全部キリュウがやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。野次馬にマスコミもいるのか。カタギが堂々とあの門をまたぐとはな。あ、キリュウだ。じゃあやっぱこれキリュウがやったのか。すげえ、青龍会が解散計画出した途端殴り込みかよ。イカれてんで。おい、キリュウさん、こっち来て。ちょっと、ごめん、ごめん。